まるよ。こんにちは。こんばんは。今回は、うつ主がネットで購入したものを紹介するぜ。今回もたまりにたまったネット購入品紹介ね。ああそうだぜ。今回は何なの？今回紹介するのは、ファミコンディスクシステムの筋肉マン、筋肉性多い争奪戦だぜ。またディスクシステムのソフトなのね。ああ、せっかく使い倒すようにジャンクの FCD 本体修理したから忘れないうちにいくつかやっとこうかなと。ちなみにこれも外箱はないけど説明書とケース付きのものを購入しました。お値段は？正確な値段は覚えてませんが、確か1000円未満で購入したんだったと思います。ちなみにこのソフトは当時持ってたってか正確にはうつ主の兄のだった気がしますが元々は所持してたんですが、なぜか実家の物置からディスクシステム本体を発掘してきた時ソフトは一本も見つからなかったのでまあまあ最近買い直したって感じになります。いやだからこの実家のイメージなんなのよ。ほらうつ主さんフランス生まれだから、誰も信じないような嘘つくんじゃないわよ。まあとにかく今回はこちらの FCD の筋肉マンをやっていこうと思います。じゃまあそろそろスイッチオンです。ってことで無事読み込めますとまずはオープニングです。ちなみにこちらサブタイトルに筋肉性多い争奪戦とあるように、原作の筋肉性多い争奪編のストーリーを元に作られたゲームで、ジャンルとしては横スクロールのアクションです。あと筋肉性多い争奪編は1991年にテレビアニメも放映されてましたが、このゲームの発売は1987年と、第一期のアニメが終わった翌年に発売されたのでアニメ版の筋肉性多い争奪編よりだいぶ前に発売されました。へえ、そうなのね。まあ30年以上前のことで記憶が曖昧なので例によってほぼほぼウィキペディアさん情報ですけど。30年以上前の記憶とか年バレるわよ。そうだな。あんま言うとうつ主が現役中に男子だってバレちゃうな。いやいなわけねえのよ。まあそうこう言ってるうちにオープニング終わってこちらがタイトル画面です。でこのまま待ってるとまたオープニングの頭に戻る感じでした。ってことでまあそろそろ始めていきましょう。でボタン押すとロードが挟まった後ディスクを B 面に交換するよう指示が出ます。あれよね、ディスクシステムのゲームって大体このタイミングでディスクチェンジになるわよね。確か読み込みかなんかの関係でタイトル画面やセーブデータ、デモシーンなんかを A 面にして、ゲーム本編を B 面にしてることが多いんじゃなかったっけかな。そうなのね。いや、この辺もよく調べちゃ忘れ調べちゃ忘れしてるので間違ってる可能性多いにあります。そうですか。まあその辺のこと詳しく知りたい方は各自ググってください。でディスクを B 面にしてゲーム始まりますとまずはメンバーチェンジ画面になります。ヘイキャラは順番で使う感じなのね。このゲームは筋肉マン以外の仲間でステージ道中や中ボスと戦っていき、ステージ最後のボス戦だけ筋肉マンで戦うって感じで進行していきます。筋肉マンはボス戦でしか使えないのね。まあ主人公キャラだしちょっと特別感あってそれはそれでいいんじゃないかと。でまたロード挟んだ後ステージ1スタートです。ちなみにこちら全4ステージで、ステージ1とステージ2はエリアが4つに分かれていて、エリアごとに中ボスがおり、それらすべての中ボスを倒してなおかつエリアごとに雑魚敵が落とす生命の玉というのを4つ集めることでステージ最後の対象戦に進むことができます。ただ進んでいけばいいだけじゃなくてアイテムも集めないといけないのね。ああ、エリア4の中ボスまで倒しても生命の玉が集まってないとエリア戻されて玉集めすることになります。玉は雑魚を一定数倒すと落とすのかランダムで落とすのかいまいちわかんなかったんだけど、今みたいに雑魚倒してるとポロッと出てきます。で軽く操作説明しておきますと、方向キー左右で移動、下でしゃがみ、上でジャンプ、下をした後にすぐ上でハイジャンプ、B でパンチ、A でキックって感じです。操作はまあ割とよくあるアクションゲームって感じかしらね。道中はそうなんだけど、このゲームはボス戦になるとまた操作がちょっと変わります。そうなのね。ああ、てかボス戦時にしかできない操作の方が重要度高いです。ってことでいざいざ最初の中ボス戦で、相手はホークマンです。でボスキャラは雑魚と違って打撃だけではある程度までしかダメージが与えられなかったり、ボスによっては全く打撃が効かなかったりします。そこでボス戦用の操作が絡んでくるってことね。ああ、ボスキャラを倒すには組み合って B でボディスラムでダメージを与えるか、組み合って A で上に放り投げた後自分もハイジャンプし、タイミングよくもう一度 A をしてパイルドライバーかタイミングよく B をして各キャラ固有の必殺技決めるかしてダメージを与えていきます。なんか急に難しそう。ああ、タイミングもかなりシビアなので操作ちゃんと覚えるまではなかなか投げた後技決めるの難しいです。しかも大抵のボスは超反応なので組んだら即ボディスラムや投げを先に決めて来やがるしね。確かになんか組んだらすぐぶん投げられてるわね。
あと体力が半分以上残ってれば今みたいに空中に放り投げられた後でも回避不可能な技以外は避けれるんですが、体力が半分以下になると空中での回避はできなくなります。追い込まれるとより厳しくなるってことね。まあこれは相手も同様だけどな。あとやられる前にスタートをした後セレクトを押せば次のキャラに交代できます。交代せずにやられるとどうなるの？その場合も次のキャラに切り替わるんですが、やられたキャラはこの先ずっと使えなくなります。マジか。やられてなくても交代したキャラはそのステージではもう使えなくなるので交代するタイミングはよく考えないといけません。なんかいろいろ難しそうね。まあ高難易度ゲーとして有名な作品だしな。まあでもキャラゲーとしてもグラフィックは頑張ってるし、難しいは難しいけどなかなかよくできてるので頑張って練習すれば徐々に進めるようになっていくやりがいのあるゲームって感じです。まあウプ主は子供の頃ステージ1すらクリアできなかった気がしますが。いやじゃあ今やってもクリアできないんじゃない？まあその可能性は高いんですが、今なら攻略サイトなんかもあるし、一応コンティニューも無制限だから粘れるだけ粘ってみます。でテリーマンがやられそうだったのでラーメンマンに交代したんですが、交代したとて結局なかなか投げからの技が決められないので、ボディースラムで一ずつ削っていくことしかできておりません。せっかく投げられてもその後のハイジャンプの時点でミスってるわね。ああ、キー入力はただ素早く押せばいいってもんじゃないみたいなので慣れてないと投げた後ハイジャンプすらまともに出ません。本当にタイミングがシビアなのね。とりあえずもう面倒なのでここはボディースラムで乗り切ろうと思います。投げて技決めるの諦めたわけね。まあこの先ボディスラムだけじゃどうにもならなくなるだろうから投げの方もおいおいコツつかめるよう頑張ります。けどまあ今は一旦様子見で、途中でやられるの覚悟でまずはこのまま進めるだけ進んでみます。はい、ってことでだいぶ手間取りましたがなんとかホークマン撃破です。いややられ方が何気にグロいんですけど。うむ、爆散したな。まあそもそも筋肉マン自体結構グロ描写多かった気がするしな。もうあんま覚えてないんだけど、子供心に便器マンに流されるシーンとかなんか妙に怖かったような記憶があります。そんなシーンあるのね。まあ便器マンが出てくるのは大井争奪編じゃないのでこのゲームには出てきませんが。てかあれよね、よく見たら背景もなかなか不気味よね。うん、ここは死んだ超人が行き着く超人墓場みたいだしな。てかあれだな、もう本当に断片的にしか覚えてないからもう一回アニメ見たいな。とそんなこと言ってる間に二つ目の生命の玉ゲットです。けどあれね、ラーメンマンももうだいぶ体力少なくなってきたわね。うん、この時点でこれだとステージクリアはだいぶ厳しいな。でまぁ、ちょっと飛ばしてエリア2の中ボス戦はミスター VTR です。いやもうあと一撃でやられるじゃない。この後交代する前にラーメンマンやられてしまいました。これでこの先ラーメンマン使えなくなったわけね。まあでもどうせこのままステージクリアまで行くの無理だろうからどの道やり直すことになるのでいいんです。そうですか。でまあ最後副将はロビンマスクにしたわけなんですが、副将がやられた時点でゲームオーバーとなります。うん、もうすでにだいぶダメージ食らってるわね。ミスター VTR はそこまで反応早くないのでボディスラム決めやすいんですが、飛び道具でペチペチやってきやがるのがなかなかうざいです。まあでもなんとかこいつには勝てそうね。ああ、攻略サイトにもこいつは基本ボディスラムだけでいけるって書いてあったしな。今回は最初から攻略サイト見ながらやってる感じなのね。これ難しいから最初から自力のみでクリアするのは無理だと思ってたからな。まあそれでもコツがつかめないとなかなかその通りにできないので攻略サイト見ててもむずいんですけどね。いやイライラするんじゃないわよ。もうこの時点で長い戦いになる予感しかしておりませんでした。そうですか。でまあこの後ちょっと進んだところで。ってな感じでなんか出ました。いや穴に落とされたわよ。大丈夫大丈夫、穴に落ちても一つ前のエリアに戻されるだけだから。ちなみにさっきの顔は邪悪の神で、一定時間ごとにステージに出現する絶対倒せないお邪魔キャラ的なやつです。倒せないので消えるまで逃げ回るか今みたいに穴に落ちて一つ前のエリアに戻ってやり過ごすしかないようです。そうじゃなくても難しいのにそんなやつまで出てくるのね。まあボリューム不足を補うために難易度上げてプレイ時間のかさ増しするってのは当時のゲームだとあるあるな気はします。まあでもさっきの顔は出現するタイミング決まってるから出てくる時に穴のあるところにいるようにすればエリアは戻されるけど簡単に回避できるけどな。でまあそうこう言ってるうちにロビンマスクの体力もだいぶ少なくなってきまして、この後はボスまでたどり着くことなくエリア3の道中でしぼんぬしました。うん、やっぱ一ステージもクリアできなかったわけね。ってことでまたステージ頭のメンバーチェンジからやり直しです。でまあ先ほどと同様に先方テリーマン、次方ラーメンマン、副将ロビンマスクで始めまして、ホークマン戦の途中でテリーマンからラーメンマンに変わり、
さっきゲームオーバーになったエリア3でラーメンマンがやられてロビンマスクに変わりました。いやまたラーメンマン交代せずにお亡くなりになってるし。ついピンチになっても交代し忘れるのよねん。でこの後はエリア3の生命の玉を手に入れようと雑魚と戦ってたらしぼんぬしました。いやさっきと同じところまでしか進めてないじゃない。まあやられてしまったものは仕方ないのでもう一度最初からやり直して今度はようやくエリア3のボス戦までたどり着きました。ちなみに相手はミキサー大帝です。いやこれもうかてんでしょ。ところがどっこいカジバのクソ力を発動したウプ主さんはここからボディースラムのみで逆転します。いやてか投げ技決められないからボディースラムで行くしかないだけでしょ。カチャええねんカチャ。まあとにかくそんなこんなでようやくエリア4にやってきましたが速攻でしぼんぬです。うんだと思ったわよ。でまあ次はなんとかさっきよりは余裕を持ってミキサー大帝のところまでたどり着けたんですが、このまま行けるかと思ったところでミキサー大帝のパワー分離機を食らってしまい、ってな感じでたまらず副将に交代です。結局またここで副将まで出しちゃったわけね。まあでもさっきよりはだいぶ体力残して倒せました。ってことでエリア4を進んでいくんですが、ここには途中隠し通路がありまして、ここから下に降りるとなんか洞窟みたいなところに出ます。ここには何か特別なものがあるのかしら？ああ、ここにある隠しアイテムを取ることで次のステージからウォーズマンが使えるようになります。お、そうなのね。ちなみに本来ノーヒントでここ見つけないとウォーズマン仲間にできないわけなんですが、この先ウォーズマンなしで戦うのはかなり厳しいとのことです。ノーヒントで隠しキャラ見つけないと進むの大変ってなかなかな作りね。しかもウォーズマン使っても十分難しいみたいなのでそれでもウプ主にはクリアできるかどうかって感じだな。てかそれ以前にステージ1クリアしないとウォーズマンの姿を拝むことすらできないってことよね。なのでまずはどうにかステージ1を頑張ってクリアしないと話になりません。でまあこの後はエリア4ボスのキングザ100トンのところまで来たんですが、最初戦い方がよくわからず潰されまくりました。いや攻略情報見ながらやってたんじゃないの？まあそうなんだけど、いまいち文字だけだと戦い方ようわからんかったもんで。でまあこのままじゃいつまで経ってもステージ1クリアできそうになかったので、ここからは腰つべに上がってる他の人の攻略動画をがっつり参考にして戦うことにしました。今回は本当になりふり構わず情報集めまくって攻略に挑んでる感じね。そこまでしてもクリアできるかどうかはわからないくらいに難しいんですこれ。てかね、ぶっちゃけ攻略動画見てもウプ主にはキャラ固有の必殺技出すタイミング全然つかめないしね。攻略情報頭に入れたところでプレイヤースキルが伴わないとダメってことね。まあその分やりがいがあるのでそれはそれでいっちゃいいんだろうけどな。でまあこいつの倒し方は見ての通り飛んだ後に隙ができるのでそこに地道にボディースラムでダメージ与えていけばいいようです。まあこれならなんとかなりそうね。ってことであとはずっと同じことの繰り返しなので倒すところまでカットして。この後ロードを挟んだ後ようやく対象戦で筋肉マンマリフォーサと戦います。お、ようやく筋肉マンの姿が拝めたわね。てかあれなのね、対象戦はちょっとキャラサイズ大きいのね。ああ、ボス戦になるとキャラサイズアップするのは前にやった仮面ライダーブラックもそうだったな。そういえばなんか全体的にこれ仮面ライダーブラックとちょっと似たような構成よね。まあどちらも開発元がヒューマンで、発売元がバンダイだしな。なるほど、だからなんとなく似てるのね。まあこっちのが発売先だから正確には仮面ライダーブラックの方が似てるって言った方がいいのかもしれないけど。でまあ話戻しまして対象戦は打撃で半分まで相手の体力減らしたらあとはぶん投げてからのパイルドライバーで攻めていきます。意外とパイルドライバー決められてるわね。固有技はきっちりタイミングよくボタンを押さないとなかなか出せないんですが、パイルドライバーはぶん投げたらハイジャンプする前から A ボタンをしっぱなしにしてれば出せるみたいです。パイルドライバーは固有技ほど入力シビアじゃないのね。まあその分威力は低いから何度も投げなきゃいけなくなるけどな。組み合う回数が増えればそれだけ自分が投げられるリスクも増えるし。できるなら威力の高い固有技決めた方がいいってことね。ああ、今みたいに筋肉バスターとか決まるとかっこいいしな。お、ようやく固有の必殺技出せたわね。まあでもほぼまぐれで出せたって感じだけどな。ちなみに筋肉マンは筋肉バスターだけじゃなくて投げてからハイジャンプしてタイミングよく上プラス B でマッスルスパークも使えます。へえそうなのね。まあさらに出しづらいのでウプ主はプレイ中確か一度も出せませんでしたが。そうですか。で走行行ってるうちに筋肉マンマリポーサ撃破です。これでようやくステージ1クリアってことね。ああ、1時間半くらい頑張ってようやくステージ1クリアだぜ。そんなに時間かかってたのね。正直何度か心折れそうになって一面もクリアできませんでしたって感じの動画にしようかとも思いました。
でクリア後は残りタイムに応じて体力回復ボーナスがもらえるので、それを仲間に割り振って体力回復させられるようです。ステージクリアしたら全回復するわけじゃないのね。ああ、交代して生き残ったとしても体力は減ったままなので体力管理もなかなかにシビアです。これまた厳しいわね。でまあ適当に体力を割り振った後はまたメンバーチェンジでキャラの順番を決めて、ステージ2に挑むわけなんですが、続きはまた次回ということで。まあ動画の尺的になんとなくそんな気はしてましたけれども。いやね、この後いろいろありましてめっちゃプレイするのに時間かかったってのもあるのよ。何があったのよ。その辺は次回また話します。てか動画分けるくらいだからそもそもクリアできたんでしょうね。そこも次回のお楽しみです。はいはいそうですか。まあとにかく今回はこの辺で終わっておくぜ。では最後までご視聴ありがとうございました。バイ。Thank you.